続いて小川治兵衛さんですね。小川治兵衛さんずいぶん最近になってきました。明治時代で明治大正昭和と生きた方ですね。小川治兵衛さんは、まあ、先ほど言った画家とかいろいろあったんですけど、小川治兵衛さんは実は、造園会社に養子として入るんです。まあ、造園会社って言っても世襲制のですね、小川治兵衛という造園会社です。ですので、ね、この方は7代目です。まあ、6代目の方が、まあ、子供がいなかったのもあって、まあ、養子を取った。それは17歳の時にこの7代目は養子に入るわけですね。でそこは植木屋さんです。で、ところが入って2年後の19歳にいきなり養父がですね亡くなってしまいます。で当然代を継ぐためには養父にですね教えてもらって、まあ、プロになろうと思ってたんですが、いきなりお亡くなりになったもので、突如として7代目小川治兵衛を襲名してしまうことになるんですよね。で非常に困った小川治兵衛7代目は、まあ、そこから独学での策定方法などを学んでいきます。まあ、そんな時にこの明治の時代っていうのは大きく明治維新で変わる時代です。新しいものがどんどん入っていく。そんな時に、まあ、一生懸命ですね、まあ、いろんな情報を求めて、まあ、この人はまあいろいろ学んだことなんでしょう。非常に人脈に恵まれてます。長州の久原正三郎という方がおられますけども、まあ、その方にですね非常に可愛がっていただいて、で、その方が非常に権力のある方を紹介してくれたわけですね。その中に、まあ、山形有朋がいるということですね。まあ、その他にも中井宏、とか伊集院、とかの、まあ、いわゆる薩長出身の政財界人との出会いがこの方の人生を大きく変えました。で後にはあの丸山公園を作ったのもこの方でですね、まあ、有名なお庭をかなり作ってます。ところが最初は大変だったみたいですね。この無理庵っていうものを作ったんですけど、実はこの無理庵を作る時はまだこの小川治兵衛もですね、まだ34歳という若さで、まあ、ちょっと経験が少なかった。で経験があるといえば、並川邸っていうお庭を作ったことなんですが、まあ、この並川邸は素晴らしいんです。素晴らしいんですが、まだまだ不安だったんですね。この相当巨大な山形有朋の別荘ですよね。別荘の京都にあるそこのお庭です。かなりでかいです。まあ、そこを作るにあたって、ちょうどその山形有朋が1894年日清戦争が始まってしまって、まあ、頼んだはいいんだけども、ちょっと清に行かないといけないと。だからちょっとあれ山形有朋非常にお庭に詳しかったんですけど、自分が見てやれないので、あとを頼むって言って久平に頼んで、でその久平がその間の監督をして、で実際に作ったのは小川治兵衛と。ですから小川治兵衛はどちらかというと監督をしてもらって、でそこで技術者としてここに入ったというのがこのお庭です。ただこのお二人のですねイメージを見事に形にしたので、ここで無理庵は非常に有名になりまして、でこの小川治兵衛の名前も全国に轟かされたというふうなお庭に仕上がっております。どんなところかというとこれなんですよね。これちょっとさっきまでの日本庭園とちょっと違うと思いませんか。イメージがこのお庭なんか非常にちょっと自然な感じですよね。結局こういう自然な雰囲気が山形が有朋が望んだ実は雰囲気だったんですね。だからその自然な雰囲気の衣装を非常にうまく取り込んで作ったお庭だと言われています。なんかその辺にちょっと山に行くとありそうな風景ですよね。この辺なんか特に非常に上手に作られていますが、これ見てください。ここは岸の護岸なんですが、ここの部分も柔らかな感じで、まさになんか平安時代のお庭を思わせるような優雅な感じですよね。こういうお庭が作られています。で、上の方に上がっていきますと滝組がここにありまして、で 滝組から水が流れて、でここは沢の渡れるようになってます。沢と飛び石がありまして、沢の飛び石がちょっと工夫されてて、ちょっと弧を描くようにこうなってます。こうわざとこう、ちょっと距離を稼いでるんですけど、
まあ、ただちょっといかにもこう書いてるように見えないようにここに石をわざと置いて、この石は踏めないようにとんがったのを置いてるんですよね。まあ、そういったような工夫をしながら、ちょっとイメージを作った、いかにも作った、まあ、そんな風にならないようにしています。でこれは滝組です。ちょっと今は塀がありましてね、周りはあれですけど、この滝組の滝もすごいです。近づいてみますとこんな感じなんですが、三段押し、1、2、3段押しでわざわざ水をこんなに返してるんですね。でこの滝組自体の水は周りに何もないから組み上げてると私も思ってたんですけど、組み上げてなくて、この後ろに山ありまして、その山に水が溜めてあって、で下にくぐってトンネルが浸って、こっちの山の水が高いので下くぐっても水がここまで上がってくるという自然の水の現象を使った滝組なんですよね。だから組んでる滝組ではないということですね。まあ見事だなというふうに思います。で、じゃあその山形有朋が認めるようなそんな存在になった一番最初のお庭ね、浪川市の浪川邸のお庭ってどんな庭なんだっていう話で、ちょっと浪川邸の庭を見てみましょうか。浪川康之さんというのは七宝でもう世界でかなり稼ぎまして、その財を成して自分のところの自宅にお庭を作りました。なのでここにはですね、まあ母屋があって、でここではかまどの釜の釜場がありまして、ここで焼いてました、七宝ですね。で職人さんがいて、でその中でお庭を作ってた。だから決してですね広くはないです、まあ、むしろ狭いお庭なんですが、そこに、まあ上手に工夫をしてお庭を作ったということなんですよね。でもまあこの人は大成功しましたけど、なんでこの人が小川治兵衛に頼んだかって言ったら、まあ実は隣に住んでまして、まあ頑張っとるなと、なのでちょっと作ってくれっていうような感じで作ったと言われてますが、まあそこで見事な庭を作るんですよね。どんなお庭かって言いますと、まあこういう、これはあのお部屋の中から、あの母屋の中から見たんですけど、狭いんですが、狭いのにでかい石を使ってですね、これなんかはお寺の あの柱の基礎になる石ですよね、伽藍石って言いますが、こういう大きな石を使ってダイナミックに据えてます。で中は池がありまして、この池も、まあ、外から水を引っ張ってきてるんですけど、この庭だけじゃなくてですね、この建物の中まで入った池、まあ、見事だなと思いますけど、まあ、こういうふうに作ることによって、実は狭いんですが、まあ、狭く見せないという、そういう見せ方をしていると言われています。で、これは鞍馬石という石ですね。これは京都の鞍馬川で採れる鞍馬石、非常に高価で今も手に入らないんですが、まあ、この石を、これ重いんですが、ここで当然ここに足座ってですね、足をベランとして足を洗うんですよね。昔の人はあの上がる時に草履とか汚れてますから足を必ず洗うんですが、まあ、その時に足を洗いやすくしている手水鉢なんですけども、このちょっと浮いてますよね、すごいと思いませんか。この重さを感じさせないというか、こういう技法、これどうやってんのかなって後ろからちょっと撮ってみたらこんなになってましたね。ここにも柱あるんですよ、後ろから見えないんですよ。でここにもありますけど、真ん中に非常にこうこれだけの重さのものをこんなにいとも簡単に、まあ、バランスよく、まあ、置いてるので、まあ、すごいなと思いますが、まあ、こういったところの手法は非常にこの小川治兵衛の技術力の高さだと思います。それからこれは母屋ですけど、母屋の下こう掘ってましてね、これ鯉がいるんですけど今でも、でこれは島がありまして、撮ってます。ここの部屋の中まで、こう、掘ってですね、まあ、池を作るっていうのはすごいですけど、ここの石が実はこれが亀に見えるって言われてまして、あもちろん柱を支えている石なんですが、この亀がですね、あの蓬莱さんに蓬莱島に行くのにこの建物を背負って、そして言っている雰囲気なんじゃないかと、まあ、いうふうにですねもう見られていると、まあ、これは本人が言ってるわけじゃないので分かんないんですが、というふうにも言われているということですね。で、やっぱり世界から客人がたくさん来たと言われています。で、まあ、客人が来るとここの岩に、まあ、鯉に餌をやりながらですね、まあ、いろいろな話をしたというふうに言われております。これが池の、まあ、全体像なんですけど、まあ、上から撮った写真ですね。非常にこれ狭いんです、狭いんですが優雅な雰囲気に見えます。